ケニー・チェズニーはアメリカ合衆国のカントリー歌手、ソングライター。これまで15枚のアルバムを発売し、うち14枚はアメリカレコード協会よりゴールドディスクあるいはそれ以上に認定された。また、シングル30枚以上がビルボードのカントリーチャートでトップ10入りし、うち22枚は首位となった。ア夢ムアワード、CMA アワード、アメリカンミュージックアワード、 CMT アワード、ビルボードミュージックアワード、ピープルズ、チョイスアワード、フレンチカントリーミュージックアワードなどを受賞している。悪夢アワードは六回受賞しており、うち2005年から2008年は最高賞、エンターテイナーオブザイヤーを四年連続受賞している。1997年、悪夢アワードの新人男性ボーカリスト賞、2002年の男性ボーカリスト賞、2005年。 過去に新人賞、ボーカリスト賞、エンターテイメント賞を受賞したことで三冠賞を受賞。CMA アワードも6回受賞しており、うち2004年、2006年、2007年、2008年には最高賞、エンターテイメント・オブ・ザ・イヤーを受賞。コンサートツアーは人気でチケットは完売することが多い。2007年のツアー、フリップ。 フロップサマーツアーはこの年のカントリーのコンサートツアーで最高の興行収益を上げた。ESPN のザ・ボーイズ・オブ・フォールのプロデュース、共同監督を行った。1968年3月26日、イングランド人とアイルランド人を祖先にテネシー州。 ノックスビルのセントメアリー医療センターで、元、小学校教師の父デイビッド・チェズ・ニート美容師の母カレン・チャンドラーの元に生まれ、ラトレルで育った。妹、ジェニファー・チャンドラーがいる。ギブス高等学校在学中は、野球とフットボールをし、1986年、卒業。クリスマスに、初めてのギター・ザ・ターマナーを手に入れ、独学で弾き方を学んだ。 テネシー州ジョンソンシティのイースト、テネシーステートユニバーシティに進学し、広告学を学び、エッツブルーグラスプログラムとフラタニティラムダケアルファーに所属した。1989年、バージニア州ブリストルのクラシックレコーディングスタジオで自費出版のデモアルバムを収録。ジョンソンシティのクラブで演奏し、デモアルバムを1000枚売り上げ、新しいギターを買った。 1990年12月、広告学の学位を取得し卒業。卒業後、テネシー州ナッシュビルへ行き、地元のいくつかのクラブで演奏した。ナッシュビルの歴史的地区のホンキートンクバーのザターフに、レギュラー出演していた。ありがとうございます。